これで行く。さてと。見ていろ、カオス誕生の瞬間を、そして絶望を知れ。見ていろ、カオス誕生の瞬間を、そして絶望を知れ。これで行く。
ういうことだ。説明しろ。黙って見ていろ。カオス誕生の瞬間を、そして絶望を知れ。ことだ。説明しろ。黙って見ていろ。カオス誕生の瞬間を、そして絶望を知れ。
Yeah.
説明しろ。黙って見ていろ、カオス誕生の瞬間を。そして絶望を知れ。ことだ、説明しろ。黙ってみ。どういうこと？
うことだ、説明しろ。黙って見ていろ、カオス誕生の瞬間を。そして絶望を知れ。それで我が器になれと思ったか。誤解があるようだ。お前が消えるんだ。俺の内なる闇はお前より深く暗い。絶望を繰り返し続けたからな。だが足りない。貴様の闇をもっと見せてみろ。コーネリアにルフェインの闇など不要。俺の闇で全てを覆ってやる。何を言っている、ジャック。それは愚直で使いそうだぞ。愚直か。世界を自由にできると思い込んでいる愚か者どもを駆除してやろうではないか。もうすぐ全てが終わる。ジャック、話をしよう。目的は何だ。足りない、まだ足りない。セントラルより19番ステーション放棄の指示が出た。次のステーションからの調整に切り替える。ジャック・ガーランド、残念だがお別れだ。長年にわたる貢献に感謝する。セントラルとやらに伝えろ、お前たちがコーネリアに闇を投下する限り二つの世界のつながりは決して断たれない。そのつながりをたどって俺はまた舞い戻る。力を蓄え必ず舞い戻る。そしてお前らの存在、痕跡、全てを消してやる。できるわけがない。今俺が手に入れた力は何だ。制御不能な神秘の力だが、我々の技術は常に進歩する。加えてジャック・ガーランドよ、カオスとして生きるならば光の戦士に気をつけるのだな。バランスがか、強いカオスの前には強い戦士が現れる。コーネリアのことは俺の方が詳しいようだ。教えてやろう。光の戦士などいない。ただの願望、希望、喧騒。いや、そうか。俺たちが本当に光の戦士候補だったとはな。なるほど。おい、もうストレンジャーを送り込む必要はない。ジャック・ガーランド、何がおかしい。答えろ。嫌だね。
再創生は成功らしい。アッシュ、これが俺たちの計画なんだろう。ジェド、忘却は慈悲だなどとすまなかった。とんだへりくつだったな。お前が正しかった。ネオ、巻き込んですまなかった。最後まで付き合ってくれたこと感謝する。ソフィア、ここはもう俺たちの世界だ。もうあの連中の好きにはさせない。コーネリアの心ある者たちよ、光の戦士よ、可能性を見逃すなよ。お帰り。ここはやけに闇が濃いな。まだ拡散していないんだ。コーネリア王の時代の2000年近く前だからね。闇伝いに時を遡ってジャックをここに呼んだんだ。ルフェイン人もここまでは届かないわ。機嫌は良さそうだな。面白い計画がある。何何？俺たちが光の戦士を育てる。へえ。どうやって？光の戦士はこのコーネリアで生まれる。ネオ、おそらくお前のように。なるほど。光の戦士がコーネリアの希望ならばその方がふさわしい。希望も絶望もルフェインの連中の好きにはさせるものか。ところでお前たち、俺をカオスに仕立てようなんていつ思いついたんだ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？俺たちの記憶も断片的だった。だからそれぞれの記憶をつなぎ合わせて。まるで綱渡りさ。アストスのヒントがなかったらヤバかったかも。想定外の犠牲もあったしね。でもなんとかやり遂げた。発案者も喜んでいると思うわ。発案者？アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。それがこの水晶ですか？もちろん他にもいろいろ考えますよ。何をなさるつもりです？そうですね、例えばセーラ様をさらって逃げるとか。お父様が兵を出します。それは手強い。ならばいっそ私がカオスになってしまうのもいいかもしれません。今度は光の戦士が来ます。覚えておくぞ。